フィンランドの博物館で展示される第二次世界大戦時のサーチライトサーチライトは照明器具の一種で特定の方向に強力な光線を投射するための反射体を有する装置。通常、上下左右に振ることのできる軽遺台に取り付けられている。日本では陸軍が主に小空灯と陸軍船舶部隊及び海軍が主に単小灯と称していた。 自衛隊ではサーチライトに統一している。1918年、アメリカにて、防空用に使用されるサーチライト1936年、ナチス党大会で使用されたサーチライトの柱、東ドイツ建国40周年記念の自由ドイツ青年団によるパレードで使用されたサーチライトサーチライトの軍事利用は、19世紀後半に始まった。日露戦争において、 ロシア帝国軍は夜間戦闘に備えて多くの沿岸砲台にサーチライトを設置し、旅順航閉塞作戦にて日本海軍を効果的に撃退した。第一次世界大戦では夜間戦闘の機会を増やす人工の月光を作るために用いられた。この人工の月光は j イ・カイ・シーフラー将軍によって発明された。 第二次世界大戦では特に航空機による夜間爆撃に対する防空手段としてサーチライトは広く使われた。欧州戦線では大戦初期にはすでに最新技術としてレーダーが存在していたものの信頼性や配備数や攻撃方法などの関係からサーチライトは目視による早期警戒のため、また戦闘機の操縦士や降車砲、 後射機関砲の居手がターゲットとする爆撃機を照らすために用いられた。大型の爆撃機は機動性が悪く、爆撃コースに入ったら回避運動ができないため、投射された光から脱することは難しく、戦闘機や高射砲の格好の的となった。また、強い光には爆撃機の乗員に対する心理的効果や光学照準機を使用不能にする効果もあった。 弱点は、点灯中は、光源が非常に目立つために直接照射されていない、敵からほぼ確実に集中攻撃を受けることである。ただし、これを逆手にとって、照射を囮とりとして使うこともあったとされる。現代では、暗視装置やレーダーの発達に伴い照準合わせには、利用されなくなったが、捜索救難や警告、目くらま使用として利用されている。軍事パレードや、 国家的行事のなどの演出としても使用され、アルベルト・シュペイヤによってナチス党大会で使用された例などがある。2007年カナダのフェスティバルにて使用されるサーチライト世界各国では刑務所や発電施設といった主要公共施設や国境線など重要警戒地における警備用として、また広告としてもサーチライトは使用されている。日本ではパチンコ店や ラブホテルの目印として使用していることがある。校舎については、公害と呼べるほど強力なものも存在し、特定の地域で問題となっている。環境省策定の公害対策ガイドラインでは、サーチライトの広告利用を原則として許容していない。このガイドラインそのものには、法的拘束力はないものの、岡山県の微生長の例をはじめとして、 条例によりサーチライトの広告利用を規制する動きが広がりつつある。世界同時多発テロで消滅したワールドトレードセンターの跡地では現場で再開発が始まるまでの間9月11日になるとサーチライトで2棟の建物の姿を再現した。ありがとうございます。